皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。くまたくバーチャルタクシー本日のご乗車ありがとうございます。ありがとうございます。はい。先週にですね引き続き、はい、今週もまた、はい、天草の方をちょっとですね、はい、はい、行ってみたいと思います。行きましょう。はい。じゃあちょっと地図の方をちょっと出してもらえますかね。はい。相変わらず増田君が見えませんけれどもですね。ちょうど消えますね。はい、そうですね。今回ですね西海岸。はい。西海岸の方からずっと上の方に登っていくような感じになっておりますですね、はいはい、下田温泉行って、まあ、富岡城行っておっぱい湾行ってイルカウォッチングの方という形になっておりますのでですね見どころ満載ですのでですね、はいはい、よろしくお願いいたします、はい、それとですね、また一部、はい、ちょっと音声の方が、ね、音声の方がちょっと、聞き取りにくくなっておりますのでですね、よろしく皆様お願いいたします。途中でちょっと自分たちも挟みながらですね、はい、いろんなご説明させていただきたいと、はいはい、思っておりますのでですね、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。すいません。はい。じゃあぼちぼち映像の方を流して、はい、行こうかな。はい。大丈夫？はい。はい。大丈夫です。で行くよ。せーの。カモン。カモン。パズ。今ここは移動が始まって。すごく青くて、綺麗な海になっております。綺麗ですね。暑いです。もう自分知らなかったんですけど、そこに子供さんのスープが。あ、ちゃんと作ってありますね。こちらの方ではですね、最近の天気でやってる方がいらっしゃるので、あまり口の方がないようにしてますけども、やっぱり相変わらず綺麗です。綺麗ですね。はい。で、一つですね、びっくりしたのがありました。です。こちらです。ドドン。なんかすごいですよ。これ砂の彫刻ですかね。砂の彫刻よね、うん。雪の彫刻は北海道であるかもしれないけど、うん、まあ一応右手の方から頑張れ日本と、はい、東京2021オリンピック。稲川行きますか。はい、近くまで行ってみましょうか。すごい。すごい、こんなのやっぱ生で見ることないからね。いいですね。頑張れ日本。頑張れ日本。すごい。奥に見えるのが、あ、雲仙普賢岳。その奥には綺麗ですね。綺麗に見えてます。あ、この島と雲仙はついてますね。力を入れると本当についてるよね。あ、湯島、湯島ですね。湯島、島ですね。あ、いずれ行きましょう。夫は犬猫が。あ、猫行きましょう猫。まあでもこうやって見ると本当に近いわ。よし、じゃあ次こっち行きましょうか。お、こちらはですね。キンパーよいしょーライオンキング。そうだ、そうなんだ。ライオンキング。ライオンキング。すごいですね。シンバ、シンバ。あ、そうそうそう、シンバ。シンバ、シンバ。シンバ。すいません。シンバですね。すいません。シンバが大人になったやつ。そうですね。シンバですね。大人シンバですね。多分。こっちがシンバかな。ライオン子供の方がシンバかな。ライオンキング2かなんかもあったよね。2ありましたかね。最初のやつしか見てないけど。ライオンキング好きです。で次行きましょう。はい。お、これなんすか。ごつい、ごついっす。ごつい。ライジン。ライジン。めちゃめちゃごついじゃないですか。ライジン。ああ、ライジン。ライジンって書いてありますね。ライジン。かっこいいっす。地空人足でしょうね、あれは。地空人雷です。人雷か、ごめん。人雷体だ。地空人雷。あ、いいですね。かっこええわ。でもこれどうやって作るんだろうね。いや、すごいっすね。だって、結構高さもね、3メートル。3メートルぐらいありますね。うん、はい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 。すごい。こちらは、これなんすか？これなんすか、これ。本当は竜を作りたかった。あ、本当は竜を作りたかった。竜、竜。最初見た時にゴジラかなと思った。やっぱ角が難しいんですよね、多分ね。角とかね。そうですね。当たってることできない。そうですね。すごい。で、向こうの。はい。すごい、いくつあるんだ。はい、失礼します。失礼します。これが、人形。人魚、あ、人魚ちょっと向こう向きなんですね、これ。そうそう、後ろを撮ってるような感じ。
で右手にタコで左手がカメさん。カメ。可愛いですね、カメさん。お顔が。あ、失礼しまーす。おお。で最後はこちら、ワンワンです。ワンワン。ワンワンです。はい、犬ですね。ワンワンです。NHK のああ。ワンワンワン。あのワンワンで、ね、ちっちゃくたって元元元気ちびっこまん。止まったでね。全然知らないけど俺。まあ。ウェルカム。ウェルカム。ウェルカム。あのこちらリップリランドに来られるときはぜひですね、この砂の彫刻を、ちょっと見られて壊さないように壊さないようにね、そうですね、行きたいと思います。でぜひ見に来てほしいです。はい、見に来てほしいですね。やっぱり海水浴の方もですね、ちらほらと今から増えてくると思いますので、はい、砂を守ってですね、そうですね、はい、行きたいと思います。でも泳ぎたいです。泳ぎたいですね。暑いです。そして、はい、もう今気持ちいいでしょうね。気持ちいいよね、今ね。あ、子供も元気です。おーい、行きましょう。はい、で、はい。何をしてるんですか。タコ。タコ。タコ。立派なタコです。こっちにもなんか可愛いのが。ああ、ありますね。これは。ゴタコ。ゴタコ。ゴタコ。五つのご利益がある。あ、そういう意味ですね。ゴタコ。ゴタコ。まあ受験に。うん。まあパスをすると。オクトパス。オクトパス。オクトパス。パス。はい。間違いなしということで。健康にいいということで、タウリンがすごく豊富ですので、タコは。はい。はい。3つ目が、恋愛成就です。ほう。はい。まあ、タコはくっつくと離れないと言いますんで。ああ、そういうことですね。はい、で、子宝に恵まれると。ほう、タコはたくさん卵を産みます。あ、そういうことですね。はい、で、あとは商売繁盛です。ほう。まあ、お客様を吸い付いて離さないと。ああ。ごタコです。吸い付くんですね。吸い付くんです。はい。ハチさんと一緒ですね。あ、すいません。再生入れるとこもあります。あ、本当だ。ぜひ。なんかね、絵馬とかも。あ、向こう側にね。ですね。あ、絵馬はリップルランド物産館で。あ、物産館で購入できるんですね。はい。この真裏ですね。この裏。真裏。ダーン。リップランドは向こう。向こう。海綺麗ですね、やっぱり。綺麗です。あと、あと談合島ですか。談合島。どれですか。あの台形の。あそこ。はい。これ左手にあるのがもう雲仙普賢岳。普賢岳。ドドン。今日綺麗に見えてますね。今日は綺麗ですね。すごい近くに見えます。15キロ。距離測ったら15キロです。15キロ。直線で15キロなんですね。あ、白鶴浜海水浴場です。青いですね、海が。海が綺麗、ね、綺麗、今日綺麗ですね、うん、透き通ってる。これはやっぱ西海岸の一つだもんね。あ、やっぱりね。あ、いいですね、見どころの一つ。はい、次のところ来ました。ここは一体どこでしょう。ここはどこでしょうね。十三仏公園ですかね。十三仏公園、はい、の近くになりますね。あ、今西海岸の方に来ていますけども、展望場ですかね。そうそうそう、もう海が、海が真っ青で、もうブルーだもんね。ちょっと透き通るような感じですね。下の方もね、はあ、ちゃんとちょっと見えてるような感じで。あ、カヤックが、カヤック、
あれ何してるんだろうね。ですね。うん。で、この海岸ベタをずっと車で行くっていう形になってますんでですね。行きましょうか。綺麗ですね。はい。なんかやっぱり洞窟？洞窟、トンネルみたいなんですね。多いよね。ちょっとズームしてみましょうか。見えるかな。あそこ船で通るといいですね。通れるなら。あそこは、うん、行ってみたいね、ああいうところね。行ってみたいですね。よし、よし。じゃあ次に。はい、次行きましょうか。あの人たち何してるんですかね。あの人たちでしょ。さっきですね、ちょっと調べたんです。はい。スキューバの練習ですかね。講習ですかね。あ、スクールみたいな感じ、ね。スクールみたいなやつですね。はい。で、その後ろにある岩山。はい。あれがさっき見たところですよね。ああ、ちょっとトンネルになってた。トンネルになってた。あ、名前は何て言ってたかな。何て言った。穴の口岩です。穴の口岩。口の穴、そうでした。なるほど。口の穴っておかしいです。ここどこでしたっけ。ここ、妙見浦ですね。妙見浦。はい。妙見浦です。もちろんこちらも、西海岸。西海岸。うん。のコースになってますんで、いろんなところによってですね、いろんな景色見られるのもいいと思います。そうですね。いいですね。さっき穴の方に入っていってましたよ。あの、カヌーみたいな。ああ。いけるんですね。ああ、行ってみたいですね、行けるなら。スキューバしてみたいね。そうですね、いいですね。絶対、間違いなく綺麗だもんね。はい、あ。初の水中バーチャルやってる。水中バーチャル機材ば揃えんといけない。社長、お願いします。はい、ということで、次行きましょうか。はい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 、こちらがですね、今、下田温泉の目の前にある、ところなんですけれどもですね、今からここから下田温泉の方に入っていこうと思うんですけども、西海岸がですね、今映しているところをずっとこう来たんですけども、ここから先もですね、本当は西海岸こう結構綺麗なんですけれども、はい、とりあえずこちらの方でですね、撮影の方はと思っております。で、今、松田くんが持ってる、こちらの方がですかね、夕日が綺麗なのはですね、あ、はい、に上がるらしいです。なるほど。線からずっとですね、上がるらしいですので、本当に綺麗です。で、海の方もですね、本当に、透き通ってますけども、ちょっとカメラでわかんないかもしれないかな。透き通ってますね、本当に。本当に綺麗です。ここがなんか、ここがちょっとなんか綺麗だな。お？お？この流れで綺麗だな。こういう海を見てる時が一番幸せなんだな。海よ、俺の海よ。やっぱうまいっすね。よし、じゃあ下田温泉の方に入っていこうか。はい、はい、行きましょう。ここがなんかクロスみたいになってるんですね、クロスね。そこが取りたかったね。そう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 。こちらがですね、下田温泉街になります。今目の前にですね、立ってるホテル、あれが望洋閣です。望洋閣と言います。はい。今回お世話になりました。あら、本当。はい。え、誰と社員旅行とかですね。ああ、社員旅行。はい、ここやっぱり本土でね、唯一の。そうですね、温泉街、うん、正直あの失礼かもしれませんけど、あんまり大きい温泉街ではないですけれどもですね、はい、で結構いろんな方が来られますので有名な、温泉になっております。こちらを右に、はい、本当昔ながらのこう建物だったり道のですね広さだったりありますので、そうですね、今ビヨンって言ったのびっくりしたもんね。はい、こちらになります。そこに、はい、ここ足湯になりますね。下田温泉補足の湯。今回もですね、
バス待ちです。はい。はい。今日というかですね、今は下田温泉の方に来ております。はい。はい、で下田温泉ですね、結構こう失礼かもしれませんけど、ちょっとこじんまりとした、ね、温泉地ですごく有名なんですけども。はい。はい。マト君、これ温泉って13あるんだって。はい、130じゃなかったですか。うん。130もあるはずない。13あって、民宿もやっぱりあるらしいです。はい。でいろんなですね、あのホテルありますけれども、やっぱり、有名なのは向こう側の西海岸の方こうでですね、ホテルが建ってる防御館さん、はい、がですね、やっぱりすごく有名ですので、はい、そちらのやっぱりお泊まりになる方が多いということになっております。で、こちら今後ろにある下田温泉ふれあい館プラットというところがあります、はい、こちらがですね、またされているところです。まあ、こういうところなんですけれども、うん、中にもですね、いろんなお土産とかですね、ありますので、ね、はい、はい、こちらに来られた時はぜひですね、まあ、乗られて、いろんなことを聞かれて、で、こちら今、下田温泉に来てますけれども、下田温泉は別名なんて呼んでますか？聞きに行ってきていいですか？そうです、白鷺温泉です、はい、傷ついた白鷺が川に降りてきて、はい、でその川で、ちょっと休養というかゆっくりしていたらまだ元気が飛び立ったということで、こちらの方は、そこからこう温泉が湧いているということでですね、はい、そこの、川の方で、ね、はい、下深津江川だったかな、そちらの方から温泉が湧いてて、そこにこう白鷺さんがこう来てですね、うん、あの頑張って飛んでいったということです。それから来てるかもしれないですね。はい、もちろんですね、こちら地名が下田という地方ですので、はい、まあ、こちら下田温泉になりますけども、で、あちらが足湯の方になります。はい。はい、下田温泉五足の湯というのがあります。はい。ちょっと見てみようか。はい。はい、これね、五足の湯っていうのが何かなと思って。あのこちらの方なんですけれどもですね、はい、すいません、音声の関係でですね、ちょっと聞き取りにくかったのも多々あると思うんですけれども、こちら下田温泉さん、うん、はい、全部で13軒、13軒はい、まあ、あの5軒ぐらいがあの旅館さんで、あとは結構民宿さんのが多いって聞きましたですね、はい、で今8月22日ですけども、はい、約1ヶ月後9月の24日ぐらいから伊勢海老祭りが、はい、こちらの方でもありますので、いいですね、はい、あのよろしくお願いいたします。いはい、けますかね。いけるかもしれないねで今こちらの足湯、はい、画像の方にこうやって映ってますけどもですね、はいはい、これ実はちょっと調べましたところ、はい、白亜紀の地層から、白亜紀の地層からこういう温泉が湧いてるらしいです。白亜紀、はい、恐竜ですね。もうびっくりしました。ですよね、はい、で先ほども言いましたように、まあ、傷ついた白鷺が、はい、あの川にこう休養しているところに、はい、まあ、そこ温泉が湧いてたんでしょうね、うん、その傷が治って白鷺が飛んでいったということで白鷺温泉、別名ですね、別名白鷺温泉と言われるところになります。でこちらの足湯のことなんですけども、はい、さっき五足の湯と、五足の湯、はいはい、ありましたけども、うん、なんで五足の湯なんですか？全く五足の五足、あれですよ、与謝野鉄幹率いる5人組、はい、あ、北原白秋も入ってるんですけど、はい、が九州を旅行されてるんですよね、明治40年ぐらいだったかな、はい、はい、その時にちょうどこう天草の方も立ち寄られて、大江教会のガルニエ神父パーテルさん、パーテルさん、パーテルさん、その気候分を五足の靴っていう気候分を流してるんですけど、そこから入ってきてますね、五足っていう。あ、まあ、こちらの方にも立ち寄られたと立ち寄られてます、ね、いうことでですね、はい、今万田君こうやってこう、今こう気持ちいいって言ってこう調べたんですけど、実はですね、はい、これ51度、源泉は51度あるんです。でこっちまで登ってくるときに42とか3ぐらいになっちゃうんですよね。いい感じになっちゃうんです、はい、でもまあ結構暑いと思いますのでですね、はい、じゃあ次の映像、はい、和田君、はい大丈夫、はい、はい、今こちら富岡城の方に来てます。
セミがすごいですね。セミがすごく、はい、鳴いてますけどもですね、はい。まあ、富岡城、はい、本土の方ではもう有名なお城として有名なあるんですけども、はい、まあ、ちょっと小さいお城ですよね。はい。で、こちらの方ですね、今いるのがこちらになります。はい。現在地こちらですね。はい。で、こちらからぐりーっと回って、出丸の方から入っていって、まあ、こちらが資料館の方になりますね。こちらがちょっとモニュメントを置いてありますけども。で、こう、回って、行こうかなと。入っちゃうか。思うかなと思ってます。はい。はい。で、こちら、今は本丸と書いてありますけれども、うん、本丸がですね、この今、ビジターセンターというのになっております。天草のですね、歴史、自然、いろんなものをですね、こちらの方で情報として、見ること、聞くことができます。はい。で、まあ、天守閣ってもうないんですけれども、こちらの方でですね、天草のいろんなことを知ることができます。はい。で、今いる駐車場なんですけども、こちら第二駐車場という形になっております。はい。この下にもですね、もう一つ駐車場あるんですけども、そこにアダム・荒川さんの記念広場というのがございます。はい。ご存知ですか？はい。この間勉強しましたね。はい。この間勉強しましたよね。はい。何ですか？式の方で、はい、活動を行われてた方です。そうです、そうです。教活動です、ね。初めての殉教師ですよね、はい、された方ですよね。はい。で、こちらが資料館の方になります。はい、2番目の方ですかね。はい。で、こちらがモニュメントですね。はい。はい、になりますのでですね。はい。これちょっとですね、見ていこうと思いますけども、そちらの方に石垣があります。すごくカラフルな石垣ですよね。そうですね。はい。あんまりこう目にすることがない石垣だと思います。富岡城のですね、まあ、なんだろう、特徴といえば特徴なのかもしれませんけれども。三木積みですかね。三木積みとこっちは野面積みみたいな感じ。そうですね。だから、時代によってやっぱり石垣、この石垣もいろんな形で積まれたんだなっていうのがこれでわかります。で、また君。はい。この富岡城、はい、軽く概要の説明の方をお願いします。富岡城はですね、歴史上大きく分けて、まあ、いくつかの顔があったと思います。はい。はい。一つ目がですね、鎌倉時代初めから戦国時代末期まで、約400年間、はいはい、菊池の一族、四季氏の出城と海洋活動の拠点となってました。菊池一族の中の人たちが四季氏。おー。あと、唐津藩主、寺沢氏の天草、スポーツの拠点になってます。これ確か天領かなんかにもなってるんですよね。その後ですね、天領。その後になるのはね。はい、で、島原、天草一揆での激しい攻防戦の舞台にも当たります。あ、一揆集結後はお城として最も整備された山崎氏の時代ですね。あ、で、天領天草の鈴木財官の時代。あ、そういうやっぱり歴史に出るんだな。そうですね。で、あと、戸田市の作業後は、天領天草の財官所の時代にもなっています。じゃあ、ね、ごめんなさい、他に何かある、はい、その後、その後というか、富岡城では2度戦いが回ってるんだ。さっきも言ったんですけど、まあ、最初はですね、なんですかね、加藤清正と小西行長が、ああ、連合で。連合で攻め込んできたってやつですよね。はい、宇都城ですかね。そうです。小西行長が宇都城を作ろうとして、人を貸してくれって言ったんだよね、色紙にね。はい、でも色紙の人たちが嫌だって言って、って断っちゃって、はい、で、怒っちゃって。もうどうしても作らんといかんのに、で、それであったのが一つだよね。あと、もう一つは、先ほど言った、島原天草の一揆で。結構こう攻められて、はい、ボロボロになっちゃったってちょっと聞いちゃった。三の丸まで来てるんですね。そうなんだ。まあ、でも、はい、ありがとうございます、はい、こういう感じのお城なんですけれども、ちょっとですね、中の方、ちょっと見に行きたいと思います。はい。はい、でちょっと見に行きましょう。はい。まだくん。はい。これ、石垣カラフルよね。かなりですね。なんか、なんだろう、絵の具で塗ったような、はい、なんかね、なんかある意味こう天草独特の天草陶石みたいな石垣な感じがします、うん、そうよね。で、ここの黒い部分、はい、はい、これがね、実は400年以上前に
こう積み上げた石垣で、はい、実はここから上というのはつい最近みたいね、なんか20年ぐらい前からこうなんかちゃんと石運んでこちらの方にこう組み立ててらっしゃいますので、確か砂岩だったかな、砂岩、はい、だからこういう風なカラフルな石の色になっていると、はい、ちょっとお聞きしました。こんなカラフルな石垣って多分ないと思いますので、ですね、皆さんもですね、見たことない、はい、ぜひ一度見てきてください、はい、まあ、上の資料館で終わろうと思ったんですけれどもちょっと石垣の方もですね気になりましたんで、こんな風にお伝えしております。はい、はい、じゃあ行きましょう。はい、はい、ポン、はい、今こちらがですね出丸の方になります。はい、はい、こう入り口になっておりますね。だいたい 5,60 メーターぐらい車を置いて登ってきたような感じになります、ね、そうですね、はい、じゃあこちらから入っていきましょう。はい、はい、二の丸の方ですね。はい、二の丸の方、二の丸、はい、はい、今、上の方に登ってきました。はい、景色すごく綺麗かったでしょ。綺麗ですね。綺麗でしょ。サスです。サス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 。小西行永がですね。ああ。水分がすごかったですね。この間ですね。ああ。まあ加藤清正さんと小西行永さんがこちらの方にですね、色紙の方を肩をこう攻められるときに、小西行永さんがこちらの、海の大部分をですね、もう船で占領して。はい、で陸の方は加藤清正さんがということで、なっております。はい、すごく景色はいいんですけれどもですね、ね、こちらの上にですね銅像が置いてあります。はい、軽く一番向こう側は、はい、勝海舟さんです。勝海舟さん、はい、はい、武田鉄矢さんじゃないです。そうです、そうです、そうです。で隣にいらっしゃるのが雷三陽さんですね。幕末の尊王攘夷の思想にですね大きな影響を与えた方と、聞いております。はあ、はい、で後ろの方にちょっと行きましょうか。はい、はあ、で真田君後ろの方は左側が鈴木重成さん、天草島原の乱の後に、初代代官として代官となられた方ですね。はい、と隣が鈴木翔さんさんだったかな。で鈴木重成、こちらの左側の方のお兄さんですね。お坊さんの格好してるけど、そうなんだ。そうですね、なんだろう、なんだ、全国をずっと歩いて回られてたんですけど、仏の教えが特別っていうことで、もう世の中にこう広めたいっていうことで、天草とかにも神社仏閣を広めようとされてた方みたいです。いろんなところに増設造営された方なんですよね。はい、まあこちら本土の方でやっぱりかなり功績のあった方たちがこちらの方にいらっしゃるということですよね。で、木村さん、あそこ、はい、あれがですね本丸になるんです。あ、はいはい、あちらが本丸になります。でちょっと自分たちも調べたんですけども、今そこにある建物、そこ資料館なんですけれども、はい、そこの資料館の先までは町の管理と、町の管理、はい、はい、でその資料館の手前までが町の管理で、それから先の本丸は県の管理らしいです。はい、はい、あ、そうなんですね。そうです、はい、管理がちょっと違うんですよね。はい、でまあいろいろちょっと問題もありまして、ちょっと資料館の方のですね中の方はちょっとお見せすることができないと、はい、なりましたので、と入館料が100円必要です。そうです、そうです。いろんなですね、まあ、この富岡城に関しての、はい、情報がたくさん入ってますので、はい、ぜひこちらの方にでもですね来られて、見学されるとすごく楽しいと思います。もっと詳しく知りたい方ですね。はい、でやっぱりちょっと今雨も降ってきましたけれども、たくさんですねいろんな方が、こちらの方にも足を運んで、まあ、景色を見たりですね、はい、いろんな勉強されたり来ていらっしゃいますので、まあ、とりあえずこちらの方ですね、ぜひ来ていただきたいなと思います。はい、まあ、富岡城何にかに行ってもこうね、やっぱり島原の乱の方がちょっとイメージが自分は強いんですよね。はい、
色紙がその菊池一族のって流れだったっていうのもちょっとびっくりはしましたけれども、やっぱ天草島原の番ですよね。はい、そちらの方のやっぱりイメージが強いですね。天草城が攻めてきた。そうです、そうですよね、はい。まあ、なんとか持ちこたえてはいたもののかなりの大打撃をですね、受けたお城ですので、はい、結構復元するのもですね何回かこう復元されたらしいですので、ここだけで3回か4回ぐらい、ね、そうですそうです、復元こうされてるんですよね。であの本丸の方も、3回ぐらい、はい、されておりますので、うん、まあ本当に近年ですよね、ここ20年ぐらいか30年ぐらいでだんだんとこう綺麗にされておりますのでですね、はい、皆さんも時間があったらですね、ぜひこちらの方に見てきてください。はい、はい、じゃあ次ちょっと奥の方行きましょう。はい、はい、はい、こちらがですね、はい、歴史資料館の方になっております。富岡城のですね、ありとあらゆる情報というのがこちらの方に詰まっております。はい、はい、今ですね、自分たちもちょっとですね、見てきてましたけれども、はい、やっぱすごく勉強になりますし楽しいです。はい、はい、で、お城って必ず天守閣があると思ったらそうじゃないんですね。ですね、はい、そちらが本丸の天守閣になっておりますけれども、もともと天守閣っていうのはなくて、これがもう最終的なお城の形だったらしいです。はい、だから立派な熊本城みたいな感じでこうドンってあるような形じゃなくて、こういう形のお城もあるってことですね。はい、もう僕たちの頭の中で熊本城があるからですね。あるからね、なんかこう立派なお城があってあるけど、ね、階段とかですね、でもまあ先ほども言いましたように、そっちの方には天草の歴史だったり、遺跡だったり、はい、あとまあ何だっけ、自然とか自然のね、海とか、ね、海のなんかこういろんなことがこう、そこの方で見ることができますので、はい、ぜひそちらの方もですね、そちらの方はですね無料になっております。はい、はい、こちらの方がですね100円、100円、大人の方100円ですね、いりますので、はい、はい、じゃあ富岡城の方はこちらの方でですね、はい、終わりたいと思っております。はい、はい、じゃあまた次のところに行きましょうか。はい、バイバイ。よし、はい、やってまいりました。まったくん、ここはここはワクワクします。1億年の大地、おっぱいは、おお、あ、よっぱいは、カモン、はい、やっぱり有名ですもんね、こちらのおっぱいはですね、やっぱり自然が作り出した、ものということで、よく皆さん来られるのを、来られる方多いと思うんですけれども、なんか、ね、触ると死ぬ出が良くなるとか、はい、なんかそういう話、そういうのがあるんですね。はい、まあ、はい、ですね、またちょっと音声聞き取りづらいと思いましたのでですね、はい、こちらおっぱいは、マット君行ったことはない、通ったことある？そうですね、通ったことあります。通ったことある。キュンモンは？ないです、初めてです。初めて。おっぱい初めてです。おっぱい初めて。はいはい、初めてのおっぱい。初めてのおっぱい。はい、今ほら画像を見るとね、通り鳥居とかもあるんだけど。はい、あれが2019年の10月に、だから最近です、できたのが最近なんです。この鳥居ができたのがですね、最近です。はい、で一応ですね、ああいうおっぱいの形をしておりますので、はい、こう何ですか、ご利益がある、ご利益が、うん、はい、ちょっとおっぱいが大きくなるとか。そうなんですか。そうそうそう、母乳が出やすくなるとかね、なんかそういうのもこういろいろ、まあ迷信じゃないかもしれませんけど、うん、まあそんな風にして、まあ皆さんこう結構カップルさんとか、うん、ご夫婦さんだったり、まあ、学生さんもですね、うん、団体でさ、この日は多かったですもんね、取られてますんで。ただ一つですね、自分も帽子をかぶり忘れてましたんですいません。飛ばされちゃったんじゃないですか、これ。びっくりして見て、全然その自然にしてたから、かぶってるもんと思ってやってましたんで、頭がおっぱいになってたんでしょうね。あ、すいません、すいません、申し訳ないです。やめて、もうやめて、いじめないで、そんなに。じゃあこのおっぱいはってもともとここにあったのかって言ったら、実は違うらしくて、うん、雲仙普賢岳の、はい、だいぶ前にこう噴火した時に、はい、飛んできた岩と、でいろんな風化があったり、はい、食とかなんかちょっといろいろあって、はい、形になったらしい。あ、そうなんですね。そうそうそう、で約1億年前にね、はい、こうできてるっていうんだけど、でこっちに飛んできたって言われてるんだけど、だから地層が違うんだって。
この前の雲仙普賢岳の噴火じゃないじゃ違う違うじゃないじゃない1億年前にこう噴火あった時にだからなんかその岩の性質が、ほとんど雲仙の普賢岳のあれと一緒なんだって、うん、ああだからこっちに多分飛んできた岩なんだろうって言われてる。だからなんか岩の質が違うんですね。違う違う、うん、そうそう。でここも本来こう来る時っていうのは、うん、やっぱり靴はちょっと気をつけてほしいですね。そうですね、そうですね、うん、正直、はい、はい、やっぱり毎回革靴で行ってますね我々は仕事上ですね。そうですね、まあ、仕方がないんですけども、はい、基本やっぱりスニーカー系がですね、そうですね、はい、足もちょっとくじきますので、はい、で結構こうやって見ると画面越しでこうやって見ると結構リアルですよね。リアルです、はい、ちょっとリアルすぎて俺恥ずかしくてですねでこの時、推定何カップとか聞いてるんだよね。そうですね、うん、でキムモンがあこれ H カップですね H カップですねって結構言って、はい、これ H カップです間違いないです、うん、はい、でちょっと自分がじゃあって言って触って柔らかいって言ったんですよねそこで、はい、そうなんで松田が本当ですかって言って触りに来るんですよ、ね、そういう流れだったんですよね。そうですよね、はい、でもやっぱり硬かったですよ。硬いですか。もちろん岩だからね、でも満潮時にはもうほとんどこれ見ることが、はい、隠れちゃうんですね、はい、もうほぼほぼ隠れてしまいますのでちょっと調べてですね、こういう感じで干潮時に潮が引いてる時にですね、そうそうそう、はい、見に行かれるのがコツだと思いますですね。やっぱりここは本当に熊本の、干潮時満潮時っていうのはですね、はい、7メートルから8メートルぐらいひどいところでありますので、はい、日本で一番の寒暖の差が激しいところ、はいはい、激しいですので、調べられてですね、はい、行かれるとまたよろしいと、そうですね、はい、思います。はい、はい、はい、というわけでこちら、はい、天草市イルカセンターさんの方にちょっと今日来てます。はい、はい、松田君これ来たことある？ここ来たことあります。ある、はい、何回か、1階はお土産屋さん売り場ですよね。はい、まあいろんな鮮度の高いお刺身も売ってありますし、はい、新鮮なお野菜も売ってありますし、普通にですねお菓子とかもたくさん売ってあります、はい、で2階がレストランですよね。漁協レストランですね、はいはい、取れたてのお魚をそのまま食べさせていただけるということで、はい、すごく新鮮で美味しいで、美味しい、ところになりますけれども、こちらですね、イルカウォッチング楽しめる場所になります、はい、でこちらからですね、その先の方イルカウォッチング乗り場って書いてありますけどもですね、あの先の方から、お乗りになられて、で、まあ、10分ちょっとぐらいでもうすぐイルカがたくさんこういるところに着きますので、はい、行って帰ってくるのに 3,40 分ぐらいで帰ってくるような形になってますね。でこちらのですね、イルカウォッチングするの料金、はい、知ってますか？知ってます。お、いくらですか？大人が5,000円、あ、違う、大人が5,000円、3,000円どっち？3,000円。そうです、大人が3,000円です。子供が2,000円になります、はい、小学生さんが2,000円ですかね。じゃあ中学生からは元の料金ですか？もちろんです。なるほど、はい、小学生までです。小学校6年生までは、まあ、2,000円なんですけど、はい、まではっていうと変ですけども2歳ぐらいまでは1,000円です。1,000円、はい、それ以下になってくると0円です。じゃあうちだったら結構かかるね。うちはもう大人3名になっちゃうから、はい、まあ、9,000円という形になります。自分もですね観光でこちらの方をお客様をお接することあるんですけども、はい、もう9割9分9輪イルカを見ることできます。あ、はい、雨でも見えます。はい、で今日ちょっと雨が降ってますけども、はい、多少の雨ぐらいでは出ていきます。あ、船はですね、はい、あくまでもその潮の加減ですよね、はい、風が強かったりなんかあったりっていう時にしか中止にならないそうです。で中止になった場合は、後日また来てくださいということで、はい、こうチケットをくれたりするらしいんですよ、はい、ですので、まあ、安心しているかと一緒に楽しめるってことになってますんで、はい、特にこの夏場はですね、はい、もう皆さんと、ね、うん、家族連れで一緒にこう来られるという、そうですね、いい、ところだと思います。はい、で、イルカウォッチングの時間、はい、午前中2本走ります。はい、何時と何時ですか？難
難しいですね。午前中10時、最初が10時です、はい、で2本目が11時30分です。はい、11時30分、そうです、はい、でお昼からが1時からです。1時から、はい、で1時からスタートして、まあ、お昼の2便になりますよね、はい、が2時30分、はいはい、で3便が4時と、はい、1時間半空いてる、1時間半空いてるような形ですね。で、1日一応5便、5便、うん、5便、用意してありますのでですね、はい、5便用意してありますのでですね、よろしくお願いいたします、はい、でやっぱりコロナの影響でだいぶですね、多分、まあ、どこも観光地の方もです ね、 そうですね、客足が遠のいてると思いますので、ですね、今はですね、もう特に自分たちもいろんなこう撮影とかいろんなところ行かせていただくんですけれども、はい、やっぱり結構少な い、 少ないいいですよね。もう今来るともう貸し切り状態でもう乗っていけますのでですね、はい、ぜひですねこれを機会に、皆様来ていただけたらなと思っております。はい、で、今日ちょっとあいにくの雨、もう止んじゃったかな。じゃ、うん、止んだですかね。止んだな、うん、でこの時間からだからあと20分ぐらいかな、はい、20分ぐらいすると、まだそこから船が出るみたいですのでですね、はい、まあ、あの中の方で お買い物をされてお土産買われて、こう時間潰すってわけじゃないのかもしれませんけども、いろんなことを見てらっしゃいますのでですね、はいはい、で近くにもですねお食事どころたくさんありますので、はいはい、まあ、気にせずに気軽に来て、はい、こちらの方でイルカウォッチング楽しんでいただけたらなと思っております。はい、はい、質問です。はい、どうぞ。他にもなんかイルカチケットとか売ってあるところがあるんですけど。はい、あ、別にここじゃなくてもですね、違うところでも買うことはできます。あ、はい、でも値段は確か一緒だったと思います。あ、はいはい、買う場所が、はい、いくつかあるっていうことであって、はい、で万田君が、来週向こうに行くのかな。そこの店に行くのかな。カレー屋さん、カレーって書いてあるんですね。で、 あのできれば、もう一つ、言いたいのが、こっちかな、こういうパンフレットがありまして、こういうパンフレットがあります。これですね、10% 引きって書いてあります。おお、はい、あ、これだいぶ、だいぶ安くなるんですよね。お得になりますのでですね、こういうパンフレットもですね、熊本市内の方にも置いてあると思いますので、そうなんですね、はい、はい、ぜひこういうのを持っていかれて、イルカと一緒に楽しんでいただけたらなと思ってます。はい。はい、じゃあ今日は、はい、ソフトクリームも美味しいです。そうなんですか。じゃあ今からちょっと 上にイルカが乗ってる。かわいい、はい、ちょっと行こうか。行こうか。じゃあ、とりあえず、まあ、はい、今回ね、はい、ちょっとグリーと一周回ってきましたけどもですね、この今日こちらが最後の撮影になっておりますのでですね、はい、じゃあアイスクリーム食べに行ってきますんで、行きましょう。はい、バイバイ。バイバイ。はい、いかがだったでしょうか。あ、楽しかったです。あの1週目、ね、2週目と、こういう形でやらせてはいただいたんですけれども、皆様いかがだったでしょうかね。難しい質問が多すぎます。はい、あ、来てます。はい、はい、じゃあ担当は松田君で。難しい質問はね、全て松田君がしますんで。で、天草行ってですね、本当はちょっと祇園橋とかいうところもこう撮ったりもしたんですけれども、はい、ちょっと時間の関係上放映することもできなくてですね、はい、ちょっともったいないというのもありますけれどもですね、はい、まあこういう形でやっていっても楽しいのかなと思ってますんでですね、うん、そうですね、ちゃんとマイクはでも入れとこうね、はい、音声はですね、はい、入れていきましょう。次回はちゃんと、ね、はい、で次回はですね、ちょっとツイッターの方でお知らせということで、はい、なっておりますのでですね、はい、すいません皆様、よろしくお願いします。それとですね、一つは、まあ、お願いというか、提案というかですね、はい、まあ、ちょっと来てほしいなっていう方がいらっしゃるなら、はい、うちの会社を説明してほしいなって、バーチャルでこの放映してほしいなっていう方がいらっしゃるんであればですね、ぜひ、ご一報いただければと思っております。はい、もちろんノーマネーです。お金一切かかりませんのでですね、はい、自分たちが行ってそこの会社のご説明させていただくとかですね、はい、まあ、例えば学校に行って、うん、学校のちょっと PR になればと、思っておりますのでですね、うん、常にこういろんなところに配信していきたいなと、はい、思っておりますのでですね、はい、皆様の方もですね、もしよろしければお願いいたします。はい、すいません、お願いします。
で、もうちぼちこの辺で終わろうかなとは思ってますけども、松田さんいじりが激しかったですねって来てますけど、うん、まあ普段もだけどね。そうです、普段もね、大体こんな感じです。いいんです、結構でもわがままなんですよ。結構文句言うんですよ。そうです ね結構文句言うもんね。言ってますね、うん、って文句言うからね、はい。じゃあでもあの次回の方ですね、お楽しみにしていただいてということで、今回はこちらの方で終わりにしたいと、はい、思っております。はい、はい、それでは皆さんまた次回お会いしましょう。さようなら、バイバイ、バイバイ。ロビンマスク。